皆さんおはようございます。9月25日水曜日、時刻は5時を回りました。ウェザーニュースライブモーニングは小川千奈が担当していきます。今日この先のお天気を中心に生放送でお伝えします。では現在皆さんから届いているウェザーリポートで各地の空の様子を見ていきましょう。1枚目は北海道札幌市のドラマーさん、ありがとうございます。雲が多いためかあまり寒くはありませんと届きました。札幌の方から、朝はやや雲が多めのスタートとなったことがわかります。徐々に空も明るくなってきている見通しです。この後も1日の中での体感の変化、特に北海道の皆さんはご注意ください。では続いてです。新潟県見附市の豊さん、ありがとうございます。今日の朝もほとんど雲がなく、下弦のお月様と木星が仲良くランデブーしています。風が少し吹いていて、体感的にも寒い朝になっています。今の気温は 15.7 度、なので朝からストーブをつけていますと届きました。新潟の方からも朝からストーブを使っているというリポートが届いています。現在 15.7 度ということで、北陸もややひんやりとした朝のスタートになりました。この後もこういった空の変化、体感の変化、皆さん教えてください。では最後です。熊本県熊本市のドタバッタンさん、ありがとうございます。熊本市は雲が広がって月や星が見えない空です。気温 26.2 度、ちょうどいい体感です。昨日の秋晴れから一転して曇り空の一日になりそうですと届きました。今日は雲の広がりやすい西日本からのリポート。現在はまだ西日本ほど空が暗いですので、晴れているかどうかを判断する基準として月や星が見えるかどうかが一つとなります。現在こちらは月や星が見えないということで、まだ空暗いものの雲が多いことが確認できると思います。この後西日本ほど雲が多くすっきりしない空が広がりそうです。この後も雨の降り出しなどにお気をつけください。ではここからは最新気象解説のお時間です。今日の解説は予報センター内藤さんになります。内藤さん、よろしくお願いします。お願いします。各地から今日はすっきりしないお天気という報告も結構多くいただいていますね。そうですね、はい、はい。現在の状況をご覧ください。5時の状況です。東日本の太平洋側、そして西日本は割と広い範囲で曇りの報告となっています。東日本もですね、太平洋側の一部でポツポツパラパラの報告いただいているところがありますけれども、特に九州、それから種子島屋久島方面、この辺りはね、まとまった雨雲も現在観測されています、はい、そして沖縄方面も現在まとまった雨雲が流れ込んでいるような状況ですね、はい、今日はこういったエリアを中心ににわか雨、特に西日本では、雷を伴った、激しい雨、時間30ミリ以上の激しい雨の可能性があるのでお気をつけください、はい、現在の状況、風の分布でご覧いただきますと、日本の南海上、渦を巻いているところ、熱帯低気圧や低気圧ということになりますけれども、2つ予想されています、うん、こちらが熱帯低気圧、そして関東の南にも別の低気圧が今後発生してくる見込みとなっています、はい、これらの影響で湿った東風が吹きつけやすい、東北から関東の太平洋側にかけて、またこの熱帯低気圧から北に連なっているシアライン周辺の影響を受ける、九州を中心としたエリア、こういったところで、激しい雨が降りやすい状況です、はい、また沖縄南西諸島方面も、台湾海峡の方から流れ込んでいる南西寄りの湿った暖かい空気、こういった影響で雨雲が発達しやすい状況となっています、はい、今日はこれらのエリアを中心にお天気変わりやすく、にわか雨や雷雨となるところがある見込みです、はい、全国の降水の予想、気象庁の5キロモデルでご覧いただきますと、はい、九州などではですね、もう朝のうちから太平洋側を中心に
雨や雷雨となるところがありそうです。多いところ1時間に30ミリから50ミリの激しい雨が予想されています。はい、また関東から東北の太平洋側のエリアも湿った東風の影響での雨雲、次第に範囲が拡大してきます。沿岸部ではもう朝のうちから、東京都心なども含めて午後から夕方、夜にかけてはにわか雨の範囲が拡大する見込みです。特に太平洋沿岸ではですね、東日本も強い雨、激しい雨が今夜遅くにかけて降るところがありますのでお気をつけください。はい、沖縄から先島方面、こちらも断続的なにわか雨や雷雨に注意が必要です。はい、この後も各地夜以降のお天気の変化にも注意が必要ですし、今まだ雨が降っていないところでもこれから降り始めるところがあります。今後の空の変化に要注目です。そして気温見ていきますと、今日はそれほど厳しい暑さになるところも出てこない見通しですね。そうですね、はい、今日の各地の最高気温予想で見ていただきますと、はい、ご覧のような数字となっています。各エリア概ね平年並みのところが多い状況、日本海側では平年を上回るところもありますけれどもね、朝はかなりひんやりとします。まあ、日中も日差しのあるところでは、まあ、名古屋大阪など、夏日が予想されておりますけれども、はい、まあ、その他はですね、東寄りの風もちょっと冷たく感じられるかもしれません。はい、服装の調整、体調の管理をお気をつけください。はい、朝から肌寒い、ストーブをつけたというリポートもすでに届いております。この後も服装であったりそういった暖房器具で上手に調節をしてください。ではこの後雨の降り始めるところもあるということで、この後の空読み教えてください。はい、今日の各地の空読みのポイント、こちらとなっています。はい、九州ですとか沖縄方面は黒い雲が見えてきたら、激しい雨や雷雨の前兆となりますので注意が必要です。雷鳴など聞こえてきたら安全な屋内からのリポートをお待ちしております。はい、その他のエリアも太平洋側を中心ににわか雨の前兆を読み取る空読みとなっています。はい、この後も空の変化に注目して素敵な一日をお過ごしください。以上、ここまで予報センター内藤さんの解説でした。内藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日のお天気、アイコンでお伝えします。今日9月25日水曜日の全国のお天気です。西日本は雲の広がるところが多く、九州では雨が降りやすくなる見込みです。まずは西日本です。シアラインや湿った空気の影響で西の地域ほど雲が広がります。気圧の谷の接近に伴い、九州や中国の西部では雨が降りやすくなる見込みです。雲が多くても気温は高めで蒸し暑く感じられます。近畿は雲の目立つことがあっても日差しが届く見込みです。次に東日本です。関東の太平洋側は日差しが届いてもだんだんと雲が厚みを増して雨の降るところが増える見込みです。局地的に降り方が強まる可能性もあるため、傘を忘れずにお持ちください。東海や北陸も日差しの届くところが多くなりますが、能登半島付近ではにわか雨の可能性があるため、少しの雨でも今後の被害の拡大などに注意をしてください。おしまいに北日本です。北海道や東北日本海側は秋晴れです。また、東北太平洋側では日差しが届いていてもだんだんと雨の降るところが増えます。局地的な強まりにお気をつけください。以上、全国のお天気をお伝えしました。改めまして皆さん、おはようございます。9月25日のウェザーニュースライブでは、引き続きモーニング内最新のリポートとともに実況をお伝えしていきたいと思います。今日は西日本ほど雲の広がるところが多く、九州では雨が降りやすくなる見通しです。今朝も冷え込んでるということで、この後も1日の中での体感の変化、朝はひんやりとするところでも昼間になると過ごしやすかったり、ちょっと蒸し暑さを感じるところも出てくる見通しです。そしてお帰りのタイミングにはまた気温が下がるというところが出てきますので、朝晩と昼の気温差というのも今後こまめにご確認ください。ではこの時間は皆さんから届いている報告を確認していきます。こちらです。
現在皆さんから届いた報告を見ていくと、北日本から近畿あたりまでは日差しが届いている、もしくは近畿あたりだとまだ空暗いですかね、星月が見えているというところもあるかと思います。東京多摩の方、天井にぼんやり月が見えるというコメントも届きました。現在月や星がはっきり見えている地点が多い中で、関東はやや雲が多い一日の始まりとなりました。中には雨の報告も千葉などから届いています。一方西日本見ていくと、もうすでに宮崎などはサーレベルの雨が降り始めています。福岡はセンちゃん日和ということで、報告戻していきますと、やはり九州はどんより曇っているという報告が優勢になっています。この後付近にはもうすでに活発な雨雲ありますので、ざっと強まる雨にも気をつけてください。沖縄方面も先島諸島を含めて雨雲に覆われているところが増えてきています。先島諸島豪レベルの報告です。この黄色、豪レベルの報告というのは、皆さんから報告で届く雨の報告5段階の中で最もマックスのレベルになります。雨が強まっているようです、お気をつけください。では警報注意報も見ていきたいと思います。先ほど雨の降っていた宮崎県に警報が発表されているようです。こちらが警報注意報、宮崎県の警報になります。宮崎市、国富町、綾町に大雨警報です。宮崎県の南部平野部では今日の昼前まで土砂災害に警戒をしてください。警報注意報の最新情報はこの番組内でもお伝えしますし、アプリまたウェザーニュースプロからもご確認ください。そして現在降水量ランキングで見ていきますと、1位が沖縄、3位に宮崎が入っています。3位が宮崎県高鍋で 7.5 ミリということですが、ほとんどのエリアが沖縄で、1位は石垣島で 16.5 ミリとかなり強まってきています。目安としては20ミリで傘が役に立たなくなるレベルと言われていますので、そういったレベルにも石垣島近づいてきています。では皆さんも今の体感どうでしょうか。皆さんから届いた体感報告見ていきたいと思います。こちらです。皆さんからの報告見ていくと、肌寒い寒いという報告が目立ちます。西日本だと早くも爽やかちょうどいい報告も増え始めているんですが、やっぱり東日本も含めて寒さ感じる方がどんどん増えてきているようです。鎌倉の方、窓を開けていると寒いということで、そういった体感の変化も皆さんからは届いています。沖縄方面ちょうどいいということでした。ということでここまでは皆さんの天気と体感報告見ていきました。そして最低気温のランキングも見ていきましょう。1位が薮川です。これまでだと結構北海道が入っていることが多めだったんですが、1位は岩手県薮川となりました。私も岩手県出身ですけれども、やっぱり薮川といえばこういうね、気温が低く寒いというイメージがありますね。1位は岩手県薮川で4時18分に 0.7 度となりました。そして結構1位と2位の間には差があって、2位は北海道上川で 2.5 度となっています。岩手県北部の方、6度寒いですという、今6度だそうです。寒い中ありがとうございます。しっかりと暖房器具などを使っていただいたり、毛布なども使っていただいて、この後体調管理に気をつけてください。それではこの後はそういったエリアごとのお天気詳しくお伝えします。ウェザーニュースアップデートのお時間です。北海道エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。朝は道南や道東太平洋側で低い雲や霧が広がる可能性があります。昼間は晴れて穏やかな秋空が広がりそうです。
予想最高気温は札幌で21度、釧路では19度です。朝晩は肌寒いので上着などで体感温度を調節してください。以上、北海道のお天気でした。東北エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。日本海側では晴れて穏やかな秋空が広がります。太平洋側では朝に霧の心配があり、昼間もすっきりしない天気です。午後ほど雨の降る可能性があって、ざーっと強く降る恐れもあるためお気をつけください。予想最高気温は仙台で23度、秋田では27度です。過ごしやすい体感になります。以上、東北のお天気でした。関東エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。日差しの届くところがあっても雲が広がりやすく、雨が心配です。ジャーッと降ったり雷を伴う恐れもあるためご注意ください。予想最高気温は東京で24度です。朝は涼しく、昼間は過ごしやすい体感です。沿岸部の方は強風や高い波にも注意してください。以上、関東のお天気でした。中部エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。雲の目立つことがあっても日差しが届きます。石川県や福井県は午前中に、静岡県は午後ににわか雨の可能性があります。時には雷を伴うところもある見込みですので十分に注意してください。予想最高気温は名古屋で30度、金沢では28度です。朝晩は涼しくなりますが、昼間は暑く感じられます。以上、中部のお天気でした。近畿エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。今日は雲の目立つことがあっても日差しが届きます。予想最高気温は大阪で30度です。朝晩は涼しいですが、昼間は暑く感じられます。太平洋側の沿岸部では強い風や高い波に十分に気をつけてください。以上、近畿のお天気でした。中国、四国エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。中国地方は雲が広がり、雨の降る可能性があります。雷を伴って強く降る恐れもあるためご気をつけください。予想最高気温は広島で29度です。一日を通してムシムシジメジメとした暑さになります。徳島県や高知県は日差しが届きますが、愛媛県や香川県では雨の降る可能性があります。沿岸部では強風にもお気をつけください。以上、中国四国のお天気でした。九州、沖縄エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。まずは九州です。雲が広がり、宮崎県を中心に雨の降る可能性があります。
雷を伴って強く降る恐れもあるためお気をつけください。予想最高気温は福岡で28度です。ムシムシジメジメとするためこまめに水分をとってください。おしまいに沖縄です。雨の降りやすい天気で雨具が活躍します。今日雷雨の可能性もありそうです。予想最高気温は那覇で30度です。一日を通してムシムシジメジメとした暑さになります。以上、九州沖縄のお天気でした。ここまではエリアごとの今日のお天気をお伝えしていきました。この後雨雲の変化が心配です。雨雲レーダーアプリから確認していきたいと思います。皆さんもお手元のウェザーニュースのアプリをご確認ください。では見ていきたいと思います。こちらウェザーニュースアプリになっていますが、雨雲レーダーというところからこの先の雨雲の変化確認することができます。そして現在地ピン、今このスタジオ周辺には昼12時から雨ということで、雨の降り出すタイミングなどもピンポイントで教えてくれます。ではこの後どう雨雲が動いていくのか、九州あたりで見ていくと、もう通勤通学のタイミングでは広く雨雲が出てくる予想になっています。現在まだあまり雨の降っていない福岡などにも活発な雨雲かかってきてしまう見込みですので、十分にお気をつけください。無料会員の方でも最大3時間先まで確認することも可能です。よかったら使ってみてください。そして服装も確認していきましょう。一日の中での気温変化が大きい時、現在地の服装予報というところから今いる場所の昼間と朝晩にかけた服装について確認することができます。通勤前にレーダー確認してます。ありがとうございます。服装予報、他のところというところを押すとですね、他県の服装も確認できます。では今日はですね、朝一リポートで新潟県見附市の方からストーブをつけているというリポートがありましたので、中部の服装を見ていきましょうか。新潟県見ていきますと、見附市、今日はやはりですね、朝晩は長袖が必要な体感となりそうです。ただし昼間は T シャツということで、かなり気温が上がることも予想されています。本当に朝と昼の気温変化大きいですので、この前の3連休が衣替えのチャンスだったのかもということで、はい、10日間先まで確認できますので、次の週末で衣替えしてみてはいかがでしょうか。ではこの後、この番組は5時30分から再開いたします。この後も元気にいってらっしゃい。今日さん、私はですね、はい、まあ、衣装予報というものをですね、本当に、やってる、助かり、特にお世話になってるのがウェザーニュースさん。本当に見てるよね、うん、何、夕方ぐらいになって、あ、今日も西村信じてよかったなとか、フォロワーの人がつぶやいてたりすると、はいはい、あ、よかったと。で、俺もそれと同時にウェザーニュースさんの方向に向かって、ありがとう。現在地や外出先の最適な服装予報、ウェザーニュース。坊主が手を合わせると別の意味になっちゃうからお前じゃ、帰るね。うん、傘持ってく。大丈夫、私晴れ女だから。じゃあね。じゃあね。ウェザーニュースは、あーちゃー大丈夫ねえ、上
ウェザーニュースはなんて言ってんの？おお、ウェザーニュースは、ほら。やだ、傘必要じゃん。うん。言ってよ。言ったよ。ハクさん。いつ傘が必要かわかるウェザーニュース。あ、大丈夫。ちゃんと言うタイプだ。ハクションと。皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回っています。引き続きウェザーニュースライブモーニングは小川千奈が担当です。よろしくお願いいたします。はい、なんかいろんな姉さんシリーズが出てきていますが、引き続きよろしくお願いいたします。さて、そう、どんよりだし、私今朝からなんかハプニングが結構ね多発していまして、はい、朝お水を飲みたかったんですけど、白湯じゃないんです、冷たいお水を飲みたくって、会社にウォーターサーバーがあるのでこう汲んでグビッて飲んだら、勢いよく飲んだ、お水を飲むつもりで飲んだらお湯だったんです。熱湯を飲んで、一気に飲んで、今このあたり全部もう大変なことになってるんですけど、でもなんか幸い話し方とかあんまり変わらないみたいでよかったなと思いますけど、でも私別にウォーターサーバーこれまでも使ってきていて、全然お湯ってちょっと出すのにこうちょっとスイッチあるんですよ。クッて入れてやらないと、そう、やけどしないように工夫されてるんですけど、なんか寝ぼけてたんですよ多分。だってこれまで入社してからそんなこと一回もなくって、本当に飲んで痛みで分かって、痛いみたいになってお湯だったんですね。えびっくりしちゃって朝から。でもそれで目が覚めました。いや、吹き出すどころかびっくりして飲んじゃって、ここの辺もなんか暑くて、そう、大変だったんです。でも一番多分唇が今やられていて、そのなんか水ぶくれみたいになってるんですけど、でも小川家の教訓というか小川家のなんか教えで、もう口の中の傷は早く治るっていう昔からなんか言われて育ったので、多分大丈夫かなと、モーニング中に治るかなって思うんですけど、さっきからこう笑うたびに痛い痛いと思って、いや、ウォーターサーバー気をつけないといけないですね。いや、ウォーターサーバーが悪いんじゃなくて、寝ぼけていた私が悪いんですけど、 100% 私が悪いんですけど、びっくりしちゃいました。皆さんもね、朝もう早起きされている方もいらっしゃると思います。そんなことない？そう、なんかそう、もう色も分かれてるし、もうウォーターサーバーさんは本当に悪くないんですけど、私が思いっきり熱湯を飲んじゃって、普通スープとかでもフーフーするじゃないですか、思いっきり水の勢いで飲んだので、今唇がねもう大変なんですよね。ね、季節の変わり目は気をつけましょう本当に。でも幸いね、そう、違う、ウォーターサーバーいつでもね冷たいお水が飲めてとても助けられているんです。はい、ちょっとびっくりして、でも本当にね気をつけたいと思います、そういう、ね、寝ぼけている時の。そう、あ、今目が覚めているとは限りませんよ。確かにね、はい、皆さんもこう目をなかなか覚ますことって、なんかこうね寒くなってくると今難しくなってくると思うんですけど、え、今まとめた、まとめた、まとめることできましたか。あ、暖かいのがね確かに飲みたくなる時期やってきますし、その分寒くなると起きたくなくなってくる季節でもあるんですけど、そういった際はね十分にお気をつけください。なんか無意識でねやっちゃうことってあると思いますので、早起きした方、朝日朝焼けリポートもぜひ送っていただけたらと思います。じゃあ皆さんのリポートを見ていきましょうか。お、すごく眩しい、なんかまさに桃太郎が出てきそうな感じですけれども、名古屋市の尾張の桃太郎さん、ありがとうございます。さあ、こちらはですね、薄い雲が広がっていますが、雲の切れ間からぼんやりお日様が顔を出しましたと届いています。
名古屋の方から燃えるような朝焼けが届いていまして、上空青空が広がっているところもありながら、このグラデーションがとても綺麗なリポートとなっています。そして秋めいた爽やかな朝ですと、もう非常にね、この川沿いの道ですかね、河原沿いの綺麗な景色が届いて爽やかな名古屋の朝でした。では続いて、大阪府森口市ののりりん55さん、ありがとうございます。雲を抜けたお日様、じりじり感はありませんと届いています。森口市の方から、上空はオレンジ色の太陽が広がっている様子が届きました。この後もこういった朝焼けが各地で見られるかと思いますし、もうそろそろすっかり空も明るくなってくる頃かと思います。この後もこういった空の変化を教えてください。では続いて、沖縄県うるま市の幸子さん、おはようございます。日の出うるま市石川よりと届きました。うるま市結構雲多めではあるんですが、その隙間には朝焼け、黄色い朝焼けが広がっていて、すごく爽やか、元気が出るビタミンカラーの空が広がっています。では続いて、三重県名張市のミミロウさん、ありがとうございます。日の出眩しい朝になりました。雲が多かったのでと届いています。よく見ると結構鳥さんが飛んでるんですよね。現在朝焼けの空が広がる名張市の上空届きました。雲が多いながらもはっきりと太陽のシルエットは確認することができます。では最後見ていきましょう。岐阜県蟹市のしんどりさん、ありがとうございます。蟹川越しの朝焼け、ランニング途中にて5時36分と届きました。早朝からランニング、気持ちが良さそうな体感ですね。上空は雲が覆いながらも朝焼けの空がしっかりと広がっているリポートが届きました。ということで、各地意外と曇っているところでも朝焼けの空見られていたようです。ここまで皆さんからのウェザーリポートをご紹介しました。ではお天気のアイコンです。北海道や東北日本海側では広く秋晴れとなります。一日の体感の変化にお気をつけください。東北太平洋側から関東にかけては日差しが届いても、だんだんと雲が厚みを増し、このように時々雨アイコンになっています。局地的な雨の強まりにお気をつけください。西日本は西のエリアほど雲が広がりやすく、九州や中国地方の西部では雨が強まりやすくなります。東海や北陸、近畿でも日差しの届くところは多くありますが、能登周辺ではにわか雨の可能性がありますので、少しの雨でも土砂災害には注意してください。ここまでアイコンでした。ではですね、結構晴れアイコンが広がっていたので、お洗濯情報を見ていきましょう。新潟、大阪、名古屋はバッチリ外干しできます。これまでだともう速乾イコール猛暑みたいな感じでしたが、だんだんと昼間も過ごしやすいところ増えてきていますので、外干しも爽やかにこなせそうです。札幌や金沢も OK、 ただ仙台は後 NG ということで、干したままの外出は心配。東京は後々 OK になりそうです。その他、高地異性ではちょっと難しいかなというところが多くなりますので、無理せず室内干しをお勧めします。ここまではお洗濯情報でした。ではここからはウェザーニュースアプリを使ってマイ天気から見ていきます。ここからですね、現在地のお天気詳しく確認することができるんですが、見ていきますと1時間ごとこの後雨の心配があるかなというのを確認できたり、今日明日のお天気、気温とともに比較することが可能です。ちなみにですね、5分ごとから週間天気まで4つのタブある中で、いずれもその上には天気を報告できるボタンが出てきます。押していただくと報告するボタンありますので、こちらから一つアイコンを選んで現在地の空教えてください。ということで、ここまでは現在地のお天気を確認できる前天気と、そこから押せる5分天気報告のやり方もご紹介しました。
それではですね、こちらが御殿場市の富士山のライブカメラです。現在の富士山周辺のカメラ見ていくと、富士山がこうね、傘をかぶったような笠雲という雲が見られていることがわかります。今日は富士山、笠雲が見られているところも各地あるかと思いますので、富士山が見えるよという方はぜひお写真撮っていただけたら嬉しいなと思います。ご覧の通り空一面どんよりとした御殿場市の様子ですが、この後もこういった雲の変化を教えていただけると嬉しいです。ここまで富士山のライブカメラでした。ではここからはチェキン、皆さんのウェザーライスご紹介していくお時間にしたいと思います。毎日本当にたくさんのウェザーライスありがとうございます。ウェザーライスと言いつつ、ご飯でもパンでもパスタでも何でも大丈夫ですので、皆さんの朝ごはんこの時間は覗いていきましょう。では最初の朝ごはんです。新潟県長岡市の勘助さん、ありがとうございます。突撃みんなの朝ごはん、まさしくザ・シャーリー、ちょうど新米が炊き上がりました。とっても香りがいいですね。あとは漬物とお味噌汁があれば十分かも。やはり実りの秋、そして食欲の秋ですね、と届いています。こちらは長岡市の方から届いたリポートですが、なんかナナさんが飛んできそうなリポートですね。新潟県の新米ということで、すごい美味しそうに炊き上がっています。炊き上がり方もすごく絶妙で、絶対美味しいんだろうなというのが伝わってきます。実りの秋、食欲の秋ということで、続いてもですね、そういったご飯のリポートが届いています。兵庫県西宮市のミンさんから、お彼岸明け曇り空です、と届きました。こちらは西宮市の方から、栗ご飯かな、彼岸明けの栗ご飯が届きました。今日までお彼岸ということなんですが、秋のお彼岸、ご覧の通りおこわとか栗ご飯とか食べる方多いみたいです。地域によっても結構習性が違ったりするって聞きますので、皆さんのエリア性の分かるリポートなどもすごく楽しみですし、朝から栗ご飯が炊けたら幸せだなと思います。しっかりご飯食べて頑張りましょう。では続いて、東京都江戸川区のラガニーさん、ありがとうございます。今日のお弁当、牛肉とピーマンの甘辛炒め煮、牛肉とピーマンの、甘辛炒め煮とブリの照り焼きカレー風味、卵焼き、みょうがの甘酢漬けと届きました。こちらは江戸川区の方から届きました。美味しそうですね。カレー風味ということで、このブリの照り焼きも気になります。みょうがの甘酢漬けも載っていてね、すごく美味しそうな、私すごい好きです。わあ、美味しそう。しかもこうご飯も混ぜ込みご飯になっていて、なんだろうな、しそっぽいかな、すごく美味しそうなお弁当を詰めていただきました。わっぱに入ってるので、もうこのわっぱからして美味しそうだなと思うんですが、このわっぱに入った美味しそうなお弁当が届きました。では続いて見ていきましょう。愛知県名古屋市のガブリエルさん、ありがとうございます。今日初めてのご飯はカオマンガイです。ジャスミンライスが美味しいです、と届きました。朝からカオマンガイ、幸せですね。でしかもすごい本格的にソースもあって、あ、一昨日の、はいはい、16時ぐらいに初めてのご飯ということでびっくりして、朝からカオマンガイかと思いましたが、でも私朝からでも全然食べれちゃいますね。私カオマンガイ一回炊飯器で作ったことあります。ご飯ともうお肉も入れちゃって一緒に蒸すっていうか、一緒に炊き込んじゃって、それでもうね、別々にお皿に乗せるとカオマンガイに確かになったなと思うんですが、やっぱり本格的な方だと本当にね、それぞれ作ったりするかと思いますので、このソースも美味しそうですし、素敵なカオマンガイのリポートが届きました。では最後です。山口県宇部市の必殺セロトニンさん、ありがとうございます。センちゃん、チャーリー、おはようございます。
夜勤明け、朝からせんちゃんの地元岩手のハッキントンカレーを目玉の親父風に盛り付けていただきました。これが岩手のブランド豚。ほう、ハッキントンの旨味が溶け込み、中辛ながら甘みとマイルドで、後からじんわりと辛さのくるカレーでしたと届いています。あ、ノンアルコールカクテルシャーリーテンプルとともにとありました。そか、シャーリーだけにシャーリーテンプルというカクテルも添えていただいて、おしゃれなカレーが届いています。確かに目玉の親父みたいに、ここにね白目の部分ちょっと足していただいていますし、すごく素敵な盛り付けをしていただいたなと思います。そしてハッキントンカレーっていうのが売ってるんですね、レトルト。初めて知りました。へー、なんか結構レトルトのラーメンは見たことがあったんですけど、この岩手のカレーレトルトは知らなくって、ちょっと気になりますね。シャーリーテンプルはノンアルコールカクテルということで、私も飲めそうですけれども、シャーリーが喜んでくれそうなドリンクも添えていただいております。ということで、結構朝からね皆さんいろんなものを召し上がっている方多いみたいですが、この後もよかったら朝ごはんの様子、この後の番組などでも朝ごはんに限らずね、ランチだったり、あとはおやつも教えてください。以上、ここまではシャーリーとみんなの朝ごはんリポート見ていきました。そして今注目の空の写真というところ見ていきたいと思います。秋のお彼岸ということで、右下空の写真、リポートを送る前の画面見ていくと、この画面何かっていうと、全国の皆さんから届いたリポートを確認できる画面になっています。ちょっと下の方に行くとありました。はい、秋のお彼岸ということでタップしていただくと、こんな感じで、今お目覚ましメールにも書いたんですが、地域によって秋のお彼岸に食べるものは様々、またこの時期によって咲く花とかお彼岸にまつわるリポートも募集しています。さっきうまい言葉が出てこなくて修正って言っちゃったんですけど、風習とかですかね、修正じゃない、そう、なんかね言葉をね、なんか分かんなかったんですけど、地域の風習ですよね。はい、失礼いたしました。それを言いたかったです。いろいろね、本当に地域によってエリア性も出てくるかと思うんですけれども。わー、お団子、私、お団子、一番みたらしのお団子が好きで、美味しそうだなと思うんですが。あ、彼岸花のリポートも届いていたりします。ずんだ、どこにですか？ずんだ、ちょっと下にずんだもある。ゆいさんが喜びそうですね。あ、ずんだ、あ、ずんだ、ぼたもち、あ、ぼたもちといえばですね、ちょっと一番上に戻っていただくと、ぼたもちとおはぎの違いはっていう関連記事もあったりするので、こう確かに聞かれたら私も説明できないので、ぜひ皆さんもここからこのね、ぼたもちとおはぎの違いをタップしていただいたりとか、美味しそう。いろんなね、彼岸花もやっぱり多いようですが、お団子とか、あ、栗ご飯とか、皆さんそれぞれあるようですので、よかったら今日まで募集しております。ここまでは皆さんと一緒に、この空の注目のリポートも見ていきました。ではここからは改めてお天気を確認していくお時間にします。まずはアイコンで見ていきましょう。今日9月25日水曜日の天気を確認していきます。まずは西日本です。シアーラインや湿った空気の影響で西の地域ほど雲が広がります。気圧の谷の接近に伴い、九州や中国西部では雨が降りやすくなる見込みです。雲が多くても気温は高めで蒸し暑く感じられます。近畿は雲の目立つことがあっても日差しが届く見込みです。朝晩と昼間の気温変化には十分にお気をつけください。続いて東日本です。伊豆諸島付近に低気圧が発生する可能性があり、その北側にはシアーラインが形成されます。関東の太平洋側では日差しが届いていてもだんだんと雲が厚みを増して雨の降るところが増える見込みです。局地的には降り方が強まる恐れがあるため十分にお気をつけください。
東海や北陸も日差しの届くところは多くなる見込みですが、能登半島周辺ではにわか雨の可能性があります。続いて北日本です。北海道や東北日本海側では広い範囲で秋晴れとなります。朝は放射冷却が効いて内陸部を中心に肌寒くなりそうです。服装でこの後1日の体感温度を調節してください。東北の太平洋側では日差しが届いていてもだんだんと雲が厚みを増して雨の降るところが増える見込みです。以上、ここまでは全国のお天気をお伝えしました。ではこの後は九州や中国地方など西日本ほど雨が降りやすくなりますので、内藤さんと一緒に見ていきます。今日の九州地方や中国地方西部では雨が降りやすい天気となります。まずは届いたリポートから見ていきましょう。宮崎県宮崎市の方から。宮崎市は風もあり雨も時折強く降ります。雲は南から北へ早く流れており、濡れ縁に雨が叩きつけています。気温は23度、湿度は 80% を超えていますと届きました。内藤さん、ご覧のようにすでに宮崎市内はザーザー降りになっているようですね。そうですね、はい、湿った空気、熱帯低気圧からの湿った空気の影響を受けています、はい、現在の雲の状況と皆さんからの報告、そして雨雲レーダーを重ねたものです。四国の南の海上の方ですね、はるか南の海上ですけれども、雲の塊があります、はい、ちょうどこの雲の塊の北西側のあたり、ちょうどこのあたりにですね、中心を持つ熱帯低気圧、こちらがですね、海上に現在存在しています、この熱帯低気圧の北側では湿った東寄りの風が、西日本の太平洋側を中心に吹きつけていまして、その先端付近にあたるシアーラインが現在この辺りに解析されているような状況です。宮崎県付近はもうシアラインは通過をして、湿った空気の吹き付けによる雨ということになるんですけれども、種子島、屋久島の南側、トカラ列島周辺では現在雷を多数伴って、活発な雨雲がかかっています。1時間に10ミリから20ミリぐらいの、ね、今雨になっている状況ですね。そしてこのシアラインなんですけれども、今日の日中は南西諸島方面では、南西側に移っていきますが、九州北部ではあまり動かない、そして中国地方の西部にかけて伸びる見込みです、はい、ですのでこの後ね、九州北部方面でも大気の状態が不安定になってくる予想となっています、はい、ゲリラ雷雨の可能性で見ていきますと、こちらが7時の状態ですけれども、8時、9時、10時、11時、12時、こちら午後1時です、はい、2時、3時と、九州北部や中国地方の西部を中心に、急激に発達するゲリラ雷雨の可能性が上昇していきます、はい、現在降っている宮崎県ですとか太平洋側だけでなく、九州北部や中国地方の西部でも午後は急な雨雲、雷雲の発達に注意をしてください、はい、雷鳴など聞こえてきたら安全な屋内に避難をして、ウェザーリポートをお待ちしております、はい、この後も局地的に雨の強まるところが西日本ほど出てくる見通しです。雨の降り出すタイミング、強まるタイミングなど、この先の詳しい天気につきましてはお天気アプリウェザーニュースをご活用ください。